ヤホンさゆです。今日は久しぶりに化粧したので、顔出しでいきたいと思います。で、今回は、また長尺の雑談動画です。ちょっとね、今日は1時間ぐらい撮ってみようかなって思ってて。だから、あの、またノーカット、ノー編集でお届けすると思いますが、ご了承ください。お付き合いいただけると嬉しいです。よし。いや、なんかね、久しぶりに化粧した。 でね、あの、日焼け止めを、いいやつ使おうと思って、このアベンヌの、こちら。こちらをね、買って、使ってみたんですよ、今日。そしたら、なんか、すんごいベタベタするから、ちょっとこれ、使えないかもしれない。これ、まあ、私が、あの、出した量が、ちょっと多すぎたっていうのもあるんだけど、 でもね、これなんかすんごいベタベタするんだよね。そう。だからね、あの、パウダーファンデーションをやった後に、あの、普通のお白いパウダーを重ねてやってるんですけど、それでもベタベタするから、ちょっとこれは使えないかもな。でもこれ3300円したんだよ、これで。このサイズで。ほら、このサイズで。いやー、ちょっとミスったな。 なんか、試供品とかあればいいのにさ、こういう高いやつは。でも、試供品なかったから、ちょっとね、ダメでした。で、今日は、いろいろとね、お話ししたいことがあって、まずね、あの、これ、紹介してなかったから、D フェスタ行った時に、この、カップホルダーこうなるやつ。これ、ランダムで、主任会でした。 いやーかわいい、この変人会。ええー。っていうかなんか、できれば全員も欲しかったけど、でもカップホルダーってカップもう捨てちゃったし、な、何に使えるかなこれに使えるかないや、でもなんか濡れちゃうの嫌だな。あ、今日も安定にこのお気に入りの タンブラー使ってます。そう、これ濡れちゃったらさ、まあ、多分発水加工はされてるんだけど、なんか曲げるのももったいないし、だからまあ、これはこのままで剃っておこうかなと思います。<laughs> ということでご紹介、あの、これ、紹介してなかったから、ご紹介です。で、あと、これをね、組み立てたかったの、このアクスタ。いや、今さ、あの、 8月14日が主任会の誕生日だったから、今ここね、ここ、ここを、あの、全部主任会で飾り付けしてるんですよ。で、今度もう、もうすぐ9月だから、9月は40の誕生日だから、今度は40の飾り付けにするんですけど、だからね、これを、あの、組み立てたい。で、すべんももう組み立てちゃおうかなって思って。 いや、これさ、足の長さやばくないだって、こうでしょで、こうでしょ <laughs> やばいよな40も。40なんてさ、だって、こ、ここでしょで、ここでしょやばくない足長。いやぁ、ビズいいわスタイルもいいし。 いやあ、これね、可愛い,いんだよね。なんか背景もあって。いや、背を組み立てろよって感じだけど。<laughs> 待って、暑い。いや、今日ね、アイス食べようか迷ってて。いや、今さ、まだ朝の9時前なんだよね。<laughs> だからさ、アイス食べるのちょっと早いかなと思って。ちょっと、今は食べてないんだけど、でも暑いからちょっと。 あ、ああ。わあ。大惨事。あ、これもう、型から抜けちゃった。<laughs> ええー、これいいなこれが背景になるってことだよね。これが背景で、組み立ててるところが映んないか。こうや、こ難しいな。 こうやればいいのか。お、あーこれまた私なんか折っちゃいそうで。そう、私前科あるからさ、アクスタ折っちゃったの。お、お、お、いい感じかもしれない。で、いやー、む、むずい。<laughs> ちょっとこれ無謀になります。ごめんなさい。<laughs> わあ、おっいそう。わあ、あ、いけた。これもうちょっとさ、簡単にならないもんかね。よし。わあ、かわいいええー、めっちゃかわいい このさ、背景あるとさ、立体感出ていいですね。え、めっちゃかわいい。あー、じゃあスビも置いておきたいけど映んないか。なんか、久しぶりにコンタクトやったらすごい目に染みて、今涙が、<laughs> こっちやばい。<laughs> あ、別に感動して泣いてるとかそういうわけじゃないです。目に染みるだけ。<laughs> あっ。よいしょ。いやー、やっぱアクスタいいな楽しい。今度スビンからはめてみるお、スビンはまりやすい。これ向き合ってるよな 合ってる。お、すぐにはまりやすいな。四 <laughs> ふ40めちゃくそ、苦戦したけど。あ、でもこの名前のが、これちっちゃいとさ、はまりづらいよね。あ、いけたわあかわいい <laughs> <laughs> さっきと同じ反応。えぇーわ。ひょんな。いやー。えー、もうめっちゃ可愛い。絶対飾る。えー、ちょっとこれ。あ、なんか。あ、そうだ。あのね、美容室行くことにしました。さすがにもう無理と思って。<laughs> まあね、長さは変えないけど、もうほら、根元さ。 根元は黒いから、これちょっとブリーチしたい。なんかこのさ、毛先ぐらいのブリーチ毛にしたいんだよな。このぐらいの抜け感。よし。いや、これはかわいいぞ。これまだ売ってたから、確か。 ぜひ、お金に余裕のある方は買ってください。これめちゃくちゃ可愛いから。え、これ全員が欲しい箱押しだから。<laughs> 私は箱押しだから、全員が欲しい。でもこれいくらぐらいだっけな三3000円ぐらいだったかな。 ごめんなさい、あの、忘れちゃった。で、私、いつも言ってるけど、スマホで撮ってるから、検索できない。すいません。いやー、そう、だからね、えっと、カップホルダーと、これと、このアクスタの組み立てをやりたかった。いやー、いいなえー、でもこれ全部 もうさ、ケチン内でもっと頼めばよかった。そう、なんかね、これアイスティーとかアイスコーヒーとかを頼めば、あの、ランダムで一個もらえるっていうやつだったんですけど、友達と一緒に行ったから友達の分も買っとけよかった。ちょっと後悔。でね、あ、なんかさ、あの、 長尺動画あんまり再生回数取れないんだけど、でも結構コメントで、長尺動画楽しいですとか、面白い、えっと、面白いっていうか、あの、嬉しいですって言ってくれる方が結構いて、すごい、あの、励みになります。すごいありがとうございます。なんかね、もっとたくさん撮ってほしいですとか <laughs>、言ってくれる方がいて、なんか、 視聴回数とかフォロワーは増え、増えないけど、でもそうやって見てくれる方がいるから、すごい嬉しいなと思って。だから今日もね、あの、だらだらと喋ってるだけになると思うんですけど、なんか、楽しんでもらえればなと思います <laughs>。やっぱアイス食べようかなちょっと持ってきます。で、痛い。 持ってきた。今日はね、この、うじきんとき、なんか急に和風のものが食べたくなって、こちら食べたいと思いまーす。これね、ファミマで買った。初めて食べます。いや、なんかさ、最近ちょっとお腹の調子が良くなくって、なんかね、まあお腹下してるわけじゃないんだけど、なんか若干もやもやすんだよね。でも食べる。 っていうね。うわーいただきます。うんこれさ、見た目も、抹茶しかないけど、小豆とか入ってんのかよ。下の方に入ってるんかよ。うーん。美味しい。 やっぱ食べながら話すのが一番いいかも。そうでね。なんかね。なんかいろいろ話したいことがあるんだよな。あらちょっとメモしてないことから忘れる前に。私さ、最近またカラにハマってしまってさ。カラってあの、ガールズグループ5人組の。あ、昔は5人組の。今はわかんない。 あの、再結成してからは追ってないから、今はどうなのかわかんないんですけど、カラーがね、昔から好きだったんですよ。んあずきですしさ。もうでね、カラーの曲をまた聴き始めて、なんか YouTube であのミュージックビデオ結構見てます。 やっぱカラーいいね。でさ、ほら、結構ツバちゃんさ、彼の曲を踊ってくれたりするから、なんか押す通しですごい嬉しい。カラーってさ、事務所の子なんだろうわかんないけど。 あ、ちなみに、あ、これ前も言ったと思うけど、私はニコロ推しです。<laughs> もうに、あのね、全員好きなんですけど、全員ってあれね、あのー、はらちゃんがいた時ね、あのー、なんか解散する、解散っていうか、なんかほら、カラもさ、色々あったじゃん、なんかメンバーがいなくなったり、また新しくなんかメンバー増えたりみたいな。 あの、私全然にわかだから詳しくないんだけど、あの、オリジナルメンバーね。昔の。オリジナルメンバーのトが好きで、で、あの、5人全員好きなんですよ。みんな可愛くてさ。なんかカラーって、なんか今の、K、K-POP アイドルと違ってなんか、 無理のない体型というか、あの、なんか、ま、あ痩せてるのは痩せてるんだけど、なんかちょっとムチっとしてるっていうか、なんか、無理の、無理のない体型なんだよね。だからそこもいいなと思って。なんかすごい理想的な体型だよな。 もう美味しい。もうこれ結構量多いな。大丈夫かな私のお腹。うん。もうで、カラは、何の曲が一番好きかなでも、ミスターとかステップとか、かなあ、でも、ゴーゴーサマーとかも好きだけど。 なんかね、みんな可愛いんですよ、ほんとに。カラ知らない方、あの、YouTube にカラの公式動画載ってるから見てみてください。やっぱね、ミスターは切りといた方がいいと思う。レミュー出てきた。見えないか。 てか、ミスターは多分みんな知ってるんじゃないかな聞けばわかるんじゃないかなあの、お尻ふるダンスね。<laughs> この間、あの、プレイバイトゲザーで、あの、踊ってくれたやつ。お尻ふるダンスのやつ。あれめっちゃ可愛いし、あれね、ニコルが一番うまいんですよ、あの、お尻ふるの。<laughs> <laughs> なんかこれちょっと語弊があるけど、あの、ダンス、ダンスがうまいのかないやでもカラーいいですよ。あの、オリジナルメンバーの時ね。私、それ以降は追ってないから、 なんか、オリジナルメンバーのやつ聞いてほしいな。だかか、もうほら、YouTube ってさ、プレイリスト、あの、再生リスト作れるじゃん。だから、それをね、彼も作ったんですよ。私、自分、あの、個人的にね。で、ね、今、非公開にしてるけど、 公開にして見てもらった方がいいかなでもああいうのってあんま公開しない方がいいのかなよくわかんない。だから一応非公開にしてる。うん。 うん。それでね、今日話したいこといろいろとメモで書いてあるんだけど、なんかさ、前の動画で妹がなんか、ュンとスびんないわって言ってたっていう風に言ったと思うんですけど、あの、ミュージックエクスポでなんか、ツバのパフォーマンス見たらしくて、 なんか、四十とすべの株が上がったって言ってた。<laughs> やっぱさ、動いてるの見るとそうなるんだよ。うん。もうなんか、四十とすべいいね、みたいな感じで言ってて。ほらね、みたいな。<laughs> だい逆に、 なんか、ボムギュがあんまり良くなかったって言ってた、今度は。なんか、ボムギュのあのビジュアルだけ知ってて、だからなんかクールっぽい感じなのかなって思ってたらしくて。だから、ちょっとほら、ボムギュって可愛い系じゃん。あの性格とかね。だからそこのギャップがあったみたいで、 もっとなんかクールなのかと思ったって言ってた。確かにボムュって黙ってればなんかクールっぽいかな。ね、なんか主任会もなんか微妙なこと言ってたな。<laughs> まあでもやっぱね、ヒョウラは強いってことだよね。そう。ヒョウラは強い。もう絶対見たら好きになるもん。母親もね、あの、モアではないんだけど、ああ、まあでももうモアか。私より知ってるもんな、なんか。<laughs> <laughs> なんかね、でも母親も、あの、40はないわって言ってたんだけど、でもやっぱライブ一緒に行って、あの人は天才だねって言ってたから、やっぱ40すごいんですよ。うん。で、母親は、ま、あの、誰推しとかないけど、あえて言うならスビンかな、みたいな。 感じで言ってた。<laughs> いや、やっぱりいいよな、ひょん、やっぱりひょんらに落ち着くんだよ。いや、あの、マンネラインをけなしてるとかじゃないよ。あの、私マンネラインも大好きってか、あの、箱押しだからね。そこは分かっててください。あの、私箱押しなので、本当に。でも、箱押しでも、 やっぱヒョンラが好き。うん。いやー、だから、なんだろう、あの、けなしてるわけじゃないんですよ、あの、マンネライのことなだから、そこが伝わるかな分わかってもらえる私、だから、箱押しなんです。<laughs> でも、その中でもやっぱヒョンラが好きなんです。 だからね、そこを誤解してほしくない。なんか、ひょんなのことばっか話してるから、なんか、マンネライン好きじゃないのかなっていうふうには思ってほしくない。私もう全員、全員大好きだから。 うん。なんか意外と食べきれるかも、これ。うん。で、Music Expo つながりで行くと、エナップも出てたじゃないですか。で、私、エナップも押してたんですよ。まあ、最近は押してないけど、前、一時期、あの、ドハマりしてる時があって、 でね、私、エナぷは、ソノちゃん推しなんですけど、ソノちゃんね。ど、ちょっと今さ、冷たいの食べたから、なんか、ロレスが余計回んないんだけど。で、まあ、ソノちゃんが、一番の推しだったんだけど、ごめんなさい、ゲップでだった。なんかさ、ヒスン。 ヒスンがなんかめちゃくちゃかっこよくて、ちょっと沼に落ちかけた。<laughs> なんかね、私ね、エナプにハマる前、だからほんとエナプのこと知らないとき、友達になんかエナプおすすめされて、でなんか、メンバーとか言われたけど全然区別がつかなくて、でもそのときに、 なんか、あ、この人かっこいいって言ってたのがヒスンらしいんですよ。その友達曰く私は自分で言ったの覚えてないんだけど、自分でなんて言ったか覚えてないんだけど、なんか友達が言ってたのは、なんかヒスンかっこいいって言ってたよって言ってて。で、それでなんかミュージックエクスポでカンテと一緒に歌ってたじゃないですか。でヒスンかっこいいよと思って。 やばい、また押しが増える。なんかね、エナプもね、私、箱押しなんですよ。みんな好きなの。あ、でも全然にわかなんですけどね、エナプに関しては。でもさ、なんかさ、エナプにわかだけど、なんか友達に、なんかエナプにわかでしょって言われるのはちょっと腹立った。 だから自分でにわかって言うのはいいけどさ、人に言われるとはええみたいになるよね。だから日本語、日本語っていうか言葉って難しいよな。うん。うん、感触。いや、美味しかった。 無事禁時いやー。いや、なんかもう終わった感じになってるけど、まだまだ喋りますよ。<laughs> なんかさ、冷たいもの食べると咳じゃない。私、昔からそうなんだけど。なんかもう冷たいもの食べるとさ、咳が止まんなくて。 で、カップホルダーとアクスタはもうやったでしょで、ヒョンラの株が上がったっていうのも言ったでしょで、あとヒスンが良かったっていうのも言ったでしょあ、ほら。あの、あれ、ファミマコラボの、トバちゃんのファミマコラボのしおりゲットできなかった。残念なことに。あーん。 だからね、私が行ったのね、えっと、24日ぐらいに行ったんですよ。だから、ないかなと思ったけど、やっぱりなかった。売り切れてた。いやなんか店員さんに母親が聞いてくれたんだけど、もう売り切れちゃってって言ってて、ああそっかと思って。あの、マルチケースは残ってたんだけどね。で、3店舗ぐらい行ったんだけど、どこにもなくて、 いやー、ちょっと、欲しかったな、しおり。やばい、濡れ、濡れてる。しおり欲しかったなー。でも、まあ、仕方ない。蕎麦ちゃん人気だから。やばい。<laughs> ああ。 もう、しおりがね、売り切れだったんだよな、ね。うーん。悲しい。もうちょっと早く。てか、あの、仕事に行ってれば多分変えたのかもしれないけど、そうだからね、私ね、仕事を行けなくなったって言ったじゃないですか、この間。で、 もう、ちょっと今月いっぱい休もうかなと思って、今月いっぱいお休みもらったんですよ。あのね、職場の、あの、店長あの、一番上の、上の方っていうか、なんていうか、店長って言うんですけど、店長にちょっと今月休ませてくださいって言ったら、ああ、わかりました。ゆっくり休んでねって言ってくれて、だからね、職場的にはめっちゃいいとこなんだよ。 人もいいし、あの、仕事内容もまあ、まあまあまあって感じだし、ちょっといそ、忙しいけど、忙しいっていうか、あの、やることが多すぎて、ちょっと忙しいけど、でもなちょっとやめようかどうか、悩み中。でもさ、やめてさ、なんか他に何やるのっていうのが、また困るとこなんだよね。 うーんだって他にできる仕事ないもん。もう、あそこで今の働いてるところでダメだったらさ、もう他にできることないよ。っていうぐらい、あのー、簡単な仕事なんですよ。<laughs> でさ、ジムはちょっともう無理だよなぁ。寝ちゃうし、私。あの、薬飲んでるから。あの、 ふあすえっと、睡眠導入剤とか、抗不安薬飲んでるから、だからす、あの、昼間寝ちゃうんですよね。だからさ、ちょっと、ジムは、あの、ジムの方が、地球はいいのはわかってるんですけど、でもちょっと無理かなっていう感じ。で、どうしようっていう。 いやー、でも、ニートにだけはなれないよなー。いやー。だってさー。なんか電話来たけど、知らない電話。怖なんか最近さ、あ、ごめんなさい、なんか電話来て、録画止まっちゃった。え、どうしよう。これ、編集して繋げられるかなー。 めっちゃ時間かかる気がする。えーちょっともう何なんかフリーダイヤルから来たんだけど、何なんだろう。えーもう <laughs>、いやー、これデータさ、重すぎて、編集できるかわかんないのに、えーちょっと一本目、二本目で出す、分けて <laughs>、 だって編集できないからさ、重すぎて。えー、どうしよう。もう30分近く喋ってたんだけど、さっき。もうデータ重すぎて編集できないんだよね。うわー、もう、な、なんなのもうフリーダイヤルも、もう、みたいな。もう本当に嫌になっちゃうわ。 いや、なんかね、今日ね、まだ朝起きて、えっと、2時間経ってないけど、なんか今日運悪い気がする。なんかけ、かなりね、なんか、パン食べてた時もなんか、パンの中にさ、あの、バターが入ってるロールパンあるじゃないですか。あれを温めて食べたんだけど、そしたら、バターがブシャーって出て、もう、服とか汚れてんだよね。<laughs> もう、で、なんか、で、歯磨いてる時も、なんか、歯磨き粉がたらって服に落ちて、なんかもう今日地味に嫌なこと続いてる。いやーな <laughs> に何今日、薬日なんだろう。え、ちょっと星でも見て。癒されよう。はい。やいやー,いやー <laughs> かっこいい。すみんと40。え、またこれ全員欲しいぞ。これさ、選べたんだよ。ランダムじゃなくて。選べたから、買おうと思えば買えるんだよね。いや、でもさ、来月40の誕生日じゃん。絶対何か出るじゃん。だからさ、そっち、うわー、どうしよう。もう、どうしよう。 40の誕生日今度何出るんだろうええー、想像がつかないからわかんない。いやでもまたアクスタとかだったらちょっと買うのどうしようかな。もうアクスタ買いすぎてさ、置く場所ないんだよね。<laughs> 置く場所ないのにこうやって買ってるっていう。いやでもこれは可愛いもんな。これは欲しかった。 で、ほら、私、箱押しだから、全員分欲しいっていうのがあって、だから、アクスターもうめっちゃあるんですよ。あの、去年のツバカフェのアクスタと、あと、ツバミュージアム、去年のツバミュージアムのアクスタと、あと、今年のツバミュージアムのアクスタと、あと、この、イルコンのアクスタ。<laughs> もう、やばいなぁ。 あ、そうだ、アイスで思い出したけど、これ昨日食べて、これめっちゃ美味しかった。もうの紅はるか、ベニハルカさつまいもですね。さつまいも味のアイス、これめっちゃ美味しかった。なんかこれ紹介しようと思って、これ捨てずにいたんだよね。なんかもうがね、私好きで、もうの、あの、抹茶味あの、期間限定で出る抹茶味っていうのがあって、 普通の抹茶と違うんですよ。なんか2種類の抹茶を使ってて、でね、味が違うの、あの2種類。味が違う抹茶を使ってて、あれがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。でも最近見かけないなもうね、私あれすごい押してたんだけど、最近見かけないからなくなっちゃったのかなでももうって美味しいですよね。 私ね、クリーム系のアイスってあんま食べない。いや、そんなことはないか。うん。そ、うん、そんなことはないかって <laughs>。うん。麦茶。今日は麦茶にした。ちょっとね、カフェイン取りすぎだなと思って。あ、なんかどんな話かあるな。もうの話してたのに。そう、もうはね、おすすめ。美味しい。 で、最近ね、そう、カフェインをね、ちょっと、最近っていうか今日からなんですけど、今日からちょっとカフェインをえめにしようかなと思って。うーん、でもな、頭痛になっちゃうけど、でもカフェインってあんま良くないもんな。っていうかね、カフェイン取ってても結局頭痛にはなるから。<laughs> 結局ね、 頭痛になるんですよ。頭痛はなくならないの。もう、何やっても。だから薬飲んじゃうんですけど。そう、だからさ、私薬没収されたけど、自分で買ってんだよね。<laughs> いやー、これ父親も見てるからバレるやつ。<laughs> いやー <laughs>。前の動画でも言ったけど、父親。<laughs> ありがとう、いつも動画見てくれて。<laughs> おー。だからね、私がグッズ買いまくってることとか、お菓子食いまくってることとか、全部筒抜けなんだよね。それで母親に怒られるっていう。<laughs> いやでもさ、グッズはさ、グッズとかお菓子はさ、別に自分のお金で買ってるんだからさ、 そこは文句言わないでよって感じするんだけど、どうですかね。まあ私、あの、低、低賃金低賃金、低収入だから、まあ、グッズ買うのやめろっていうのも、まあ、わかるっちゃわかるんだけど、でもさ、別に、いや、でも、うーん、うわ、ちょっとね、あの、最近ね、ここ、3ヶ月ぐらい、ちょっと、 請求金額がやばい。あのカードの、クレジットカードの、請求金額がやばいことになってる。<laughs> ついこの間もあの、8月分のやつ来たんだけど、ちょっとやばいことになってる。<laughs> やばい。収入と支出が、バランスが取れてない。支出がやばい。まあでも、ライブ行ったからな、泊まりで。あと、 泊まりで東京に遊びにも行ったし、友達と。だから新幹線代とホテル代が馬鹿に乗んないから。いやー、ちょっとね。そうで、だからね、今月はそんなに使、まあ、そんなに使ってないってわけでもないけど、まあ、いつもよりは使ってないからグッズ買おうかなって昨日めっちゃあさってたんだけど、 なんかね、これ、これが欲しいの。これの、あの、切手風の方。この、<laughs> イルコンのグッズの、あの、40は出たんですけど、スビンが出てなくて、あの、切手風のね、あの、あお店できればいいんだけど、今、手元にない。そう。だからこれがね、このスビンじゃなくて、もう一個のスビンが欲しくて、でもこれランダムなんですよ。 だからちょっと、あと5個ぐらい買おうかなって悩んでたんですけど。でもね、40のちょっとセ維ルがあるから、ちょっとなーっていう。それまで残ってるかな ?40 のが発表されるまで。イルコンのグッズ。えー、でもさ、あれだよね、多分。イルコンの福岡終わったらグッズもなくなっちゃうかな。販売終了になっちゃうかな。 ちょっとさっきからゲップがやばい。<laughs> いやー。えー、どうだろう。やっぱさ、今のうちに買っといた方がいいかな。動画どうし動画じゃない、コメントで教えてください。どうすればいいか。<laughs> やっぱツアー終わったら、イルコンのグッズも終わっちゃうのか。そこら辺わかんないから。いやー。 いや本当は欲しいんだけどね。本当は欲しいんだけど。まあ、1個さ、700円だから、あの、これね。この、アクリルキー、キーリング。が、1個700円だから、5個買ったら、7535、3500円でしょで、送料が800円だから、えっと、すぐ計算できない。だから円、4200円 いけるか <laughs> うわー、なんかもう、金銭感覚おかしいよな。4200円だったら安くねとか思っちゃうんだけど。金銭感覚がおかしいよ、もう、もはや。いや、でも、ツバメュジアムで2万近く使ってるから、ちょっと、自生しないとな。いや、でもね、これの、あの、切手風の、 スビンがめっちゃ欲しいんですよ。っていうかね、あのー、これすんごい被って、だから3種類しか出てないの。あの、ヒュニンカイとヨンジュンとスビン。このスビンしか出てなくて。だから、ボムギュとカンテも欲しいから、やっぱ追加で買おうかな、5個。もう箱押しは辛いね。だって全員欲しいんだもん。 でさ、ランダムってなると、まあ、あれか、逆に言うと、誰が来ても嬉しいから、うん。だからまあ、いいっちゃいいんだけど、ふふふ。でも、全員揃えたいっていう欲が爆発してしまう。いや、これもな、思ったより可愛いから、全員欲しいな。これはだって選べるし。わー、ちょっと、どうしよう。えっていうかさ、これさ、 やっぱさ、これ身長差あるこのアクスタ。なんかスビの方がでかくないあ、そうでもないそうでもなかった。<laughs> なんかスビの方がでかく見えたけど。まあ、アクスタだから全員同じぐらいの身長だよね。身長というか高さだよね。えー、もう欲しいものいっぱいある。 でさ、なんか妹にはもう満足できないのって聞かれて。いや、満足ができないんだよ。なんでみんな満足できんの不思議。私全然満足できないんだけど。もうグッズ出たらすぐ買っちゃう。あ、そうだ、なんかさ、今年さ、あの、シーズンオブ TXT 出なくない私あれいつも楽しみにしてたんだけど。 今年ないのかなそれともこれから出んのかなえ、<laughs> でもさ、あの、シーズンオブ TXT ってさ、だいたい夏だよね、出てたの。8月、あ、でも9月だっけえ、いやあれ楽しみにしてたんですけど、私。あれ欲しいよなそう、だからそれもあって、ちょっと自生してるっていうのもある。 シーズンオブ TXT 欲しいから、絶対。え、でもなんか今んとこお知らせとかないけど、な、えー、出ないのかな、今年。えー、あれは出るかな、シーグリ。私、シーグリも毎年楽しみにしてるんだけど。シーグリは欲しいよな。あの、手帳とかめっちゃ使ってるし、こ、う、の、ん、これ。 この手帳。めっちゃ愛用してる。いやー。来月の予定って、なんか病院ぐらいしか予定ない気がする。そうだ。<coughs> 皮膚科ね。ようやく、ようやくっていうかまあまだ先なんだけど、予約は入れてあるので、 それで、ここのね、これ、今化粧してるから薄いけど、ここ、ここがね、治る、治ればいいな。あとね、こっちもなんだよななんなんだろう、ほんと。原因がわかんない。マスクでも最近マスクしてないしな仕事休んでるから。もう、ここ、うん、一週間ぐらい、マスクしてないしなあ、そんなことはないか。 マスクしてなくはないけど、まあ、そんな長時間、あの、マスクしてないっていうだけで。でもやっぱさ、日焼け止めも良くなかったのかな。まあ、これに変えたけど、これに変えてみたけど、これでどうなるか。いや、でもこれなんかめっちゃ本当ベタベタするからさ、うん、すごいベタベタする。 これはちょっとなー使えた使いたくない。やっぱね、私このスキンアクアが一番好き。これ安いし、大容量だし、で、サラサラするから、これはね、めっちゃ好き。でもこれさ、安いからさ、これが肌に合ってない、いやでもこれずっと使ってるからな肌に合ってないのかななんか暗い こっち側にしてみるあ、こっち側の方が明るいから。あ、こっちの方が明るくていいかも。すいません、さっきまで暗くて。あ、こっちの方がいいや。えへへいやー、そう,そうそうそう。それでさ、まだ話したいこといっぱいあるんだよ。いっぱいっていうか、何個かあって、で、インスタをね、 最近あの、頑張ってフォロー頑張ってるからフォローしてくださいとか言ってるんだけど、あ、でもまあやってはいるか、あの、思い出した時に <laughs>、思い出した時に、あの、投稿するようにしてます。そう。まあだから忘れてることも結構あるんだけど、だから頑張ってるので、ぜひフォローしてください。あの、プ,プロフィールに、 あの、リンク載せてるので、そっから飛んでみてみてください。<laughs> まあ、あんまり頻繁には更新してないけどね。更新するとしても1日1回なんか、何かしらの写真あげるみたいな感じなんだけど。本当はね、X、まあ、これも前話したけど、X はマジでやんないから、まあ、インスタかな。 でね、なんかショート動画を作りたくて、あの、インスタから離れるんですけど、ショート動画で私動画んじゃないですか。だから何歳に見えるみたいなショート動画を作ろうかなと思ってて。でも結局撮ってない。<laughs> これ終わったら撮ろうかな。なんかね、大体の構想は、あの、考えてるんですけど、でもなんかさ、うざいかな、そういうの。 <laughs> なんかうざい気もする。どうだろう。でも私マジでさ、高校生に間違われるから、なんかそれをさ、逆に武器にして、やった方がいいよな、とも思い始めて、それであの、ショート動画撮ろうかなと思ってるんですけど。<laughs> そう。まあ今日化粧もしたし、一応。 軽くだけど。だから私ね、化粧映えしない顔なんですよ。だからさ、一重の人とか羨ましくて、逆に。私、一重になりたいんですよ。なんかそう言ったら怒られるかもしれないけど。いやでも一重の人ってさ、やっぱアイシャドウとか生えるから、良くないと思って。で、一重の人可愛いし、普通に。で、私、あの、 まあ、お気づきかと思うけど、ヨンジュンとか、テテとか、ヒョンジンとか、みんな一重なんだよね。<laughs> 一重で三白眼なの。一重の三白眼めっちゃ好きで、で、スリーも結構三白眼だよね。だからね、三白眼の人が好みなんだよね。で、私の高校時代の友達にも三白眼の子がいて、 だからね、その子の、うん、なんかこう、なんか言い方が気持ち悪いな。なんかその子のこと好きって言ったらなんかおかしいけど、なんか、な,なんていうのあの、可愛い,いなと思う。あの、普通に。そう。<laughs> なんか今すごい気持ち悪い感じだったな。なんかあの、好きって別に、あの、普通にね、あの、友達として好きっていう、あの、 だけであのな,なんかそういう性癖があるとかそういうわけじゃなくて。いやでもある意味性癖か、これ。ある意味性癖 <laughs> なんか、そうだからね、三白眼の人が好きなんですよ。だからあの、あれ。あ、でもね、エンチームのニコラスっていう、あの、多分私が好きなタイプの顔してるんだけど、 でもね、ニコラスにはハマんなかったんだよね。なんか、ハルアの方が、私的には好みで。なんだろう、なんか人にやるのかなだって、ツバちゃんも、ボムギュとかカンテとか、主任会って一人だっけ二人だよね。主任会も二人だよね。ボムギュは、もうあれだもんね。目、パッチリ。こんな感じだもんね。 いやー、このブムギュめっちゃビ人可愛かわいい。そう、だからね、三白眼の人が好きだから、だから一人の人逆に羨ましいと思っちゃうんだよね。私さ、メイクしても、こう、奥二重だから、アイシャドウやっても隠れちゃうんですよ。わかる今これオレンジのアイシャドウしてるんですけど、 もう、塗ってるんかって感じじゃん。そう。だからね、なんか一人の人、羨ましいな。って言うとなんか嫌味っぽくなるからなんか、あれだけど、嫌味じゃないです、全然。あの、私が一人が好きっていうだけで、嫌味ではないです。<laughs> そうだ、あとね、あの、コンプレックスの話を、この間動画撮ったんだけど、ボツにしたんだよね。なんかちょっと、マイナスすぎるかなと思って。そう。でも話そうかな。いや、私さ、もうコンプレックスの塊なんですよね。自分で好きな部分、目ぐらいしかない。目、あ、でも目って言っても、 これでわかるかな私、目、茶色いんですよ。あの、他の人より。これ、カラコンじゃなくて、今、普通のコンタクトなんだけど、っていうか、マジで肌汚いな。ごめんなさい。肌汚かった。<laughs> ごめんなさい。もう、肌汚いんです。だから、それもコンプレックスなんだよ。肌汚いっていうので、髪の毛も、こんな、もう、パサ、 パサパサというか、潤いが死んでる。キューティクルが死んでる感じだし。で、歯はね、強制やったから、歯はいいんですけど、あと鼻、鼻鼻もさ、なんか、高くて羨ましいねって友達は言ってくれるけど、私自分の鼻嫌いなんだよね。こ、こんな。なんかさ、団子鼻っていうのなんか、 丸いじゃん、ここが。もっとさ、こう、キュってなってほしいのに。こう丸いから私嫌いなんだよね、自分の鼻うーん。やばいね、なんだかんだでも1時間ぐらい経つよ。<laughs> あ、でも1回動画切れちゃってるから。え、これさ、どうしよう、もう別々であげようかな。多分くっつけんの無理だと思う。 相当時間かかるか、もうデータ容量ありませんってなるか。だから、ちょっと、同時に、私いつも夜10時にアップしてるんだけど、同時に2本あげるかもしれない。<laughs> その時は、てかね、今日あげるから、あの、その時はよろしくお願いします。両方見てね。<laughs> いやなな、なんで電話来たんだよ、もう。本当に腹立つ、あの、フリーダイヤル。<laughs> あれさえなければ一本の動画にできたのに。もうん。そうだ、それでさまだなんか話、話してないこといっぱいあるんだよ。あ、インスタは喋ったでしょあー、それで、なんか、 あの、筋肉マンの話になるんです。あ、筋肉マンの話っていうか、あの、筋肉マンのね、プロテインバーっていうのがコンビニで売ってるんですよ。あの、シール付きの。シールっていうか、ステッカーステッカー付きの筋肉マンのプロテインバーっていうのがこんぐらいの大きさ。あ、これ、こんぐらいって言ってもわかんないか。私の、この鉛筆のこんぐらいの大きさ。 もう、プロテインバーが売ってて、で、妹が、なんか、シール集めてるから、めっちゃなんか親に買ってもらってて、で、それが溜まってるから、私が、じゃあ食べるよ、みたいな感じで行ったら、なんかね、5本ぐらい、なんか <laughs>、食べちゃって、一気に、一気にだよ、あの、数日に分けてとかじゃなくて、もう一気に、5本ぐらいプロテインバー食べちゃって、 見事に太りました。<laughs> もう、最近マジでやばいな、食欲。生理前なんかなでも確かにさ、もうすぐで1ヶ月経つから、生理前なのかもしれない。この爆食期間。今日だって結局アイス食べちゃったし、お腹の調子悪いとか言いながら。で、昨日もアイス食べたし、このもうね。このもう。 食べちゃったし。やばいなもうデブまっしぐら。<laughs> でさなんか職場のおばちゃんとかは、いや、どこ痩せんのよって言ってくれるんだけど、でも母親にそれ言ったら、いや、社交辞令だから、みたいな感じで言われて、えみたいな。うーん。なんかね、母親はね、すごい痩せろ痩せる言ってくんだよね。 まあ確かに痩せる、痩せた方がいいんだけど、でも私ね、標準体重よりは低いんですよ。低いっていうか、あの、痩せてる。標準体、私150センチだから、標準体重、えっと、何キロよ、50キロ ?50 キロだっけかな。だからそこまではないんですよ。まあ別に体重は公開してもいいんだけど、私、別に気にしてないから。 でもね、あのー、ま、あ私、今は、あの、その、プロテインバー爆食したから、46キロあるんですよ。150センチでね。46キロあって。だからね、若干、ま、あ太ってる、かな。あの、美容体重ではない。なんかさ、標準体重と美容体重って違うじゃん。で、美容体重は何キロぐらいなんだろう わかんないけど、でも私、一時期44キロとかだったから、だから2キロ太ってんのかあの、一番痩せてた時より。ていうかね、私ね、あの、この抑うつ神経症っていう病気になる前は、体重が35キロくらいしかなかったの。そう。それで、あの、抑うつ神経症っていう病気になって、もう死にかけて、 で、そこで薬もらって、その薬の副作用で、なんかすんごい食べちゃって、で、13キロ太ったんですよ、私。だから、35たす13だから48キロ。48キロまで増えて、気づいたらね。だからね、本当にね、気づかなかったの、あの、太、太るまで。なんか気づいたら太ってて、 なんか体重いなーみたいな。体重い、なんか最近体重いなーと思って体重計乗ったら、そう48キロあって、えー、みたいな、え、えっ、ー、て思って、で、鏡見たらすんごい太ってたから、足とかね、腕とか。だからびっくりした。<laughs> そう、だからそれまでは35キロしかなかったから、 だからね、あの時に戻りたいんだけど、でもあの時は逆に痩せすぎなんだよね。だって150センチあって35キロってもう小学生じゃん。小学生、中学生ぐらいの体重じゃん。てかね、35キロあったかも怪しい。多分33とか、そんぐらい。うん、だからね。 やばかったんですよ。まあ、だから、どっちもやばい。前、昔も痩せすぎててやばいし、だから、検診で引っかかってた、あの、体重、あの、低体重ですっていう風に引っかかってたし、今は逆に太っちゃって、まあ、でも、あの、標準体重よりは軽いから、まあ、あの、別に、無理して痩せる必要はないと私は思ってるんだけど、でもちょっと足太いから、あの、 体重は変わらなくていいから引き締まってほしい。そう。それなんだよ。体重は別にいいの。あの、変わらなくても。ただね、引き締まってほしいんだよね。でもね、別に、だからといって運動してるわけでもないし。<laughs> 食事制限も。まあ、夜あんま炭水化物食べないぐらいしかやってないから。だからね。 まあそんなダイエットしてますっていうほどのダイエットしてないんだけど。今日だってアイス食べてるし。<laughs> アイスも食べるし、お菓子も食べるし、で、運動はしない。ずっとベッドの上でゴロゴロしてるっていう。<laughs> もうだからデブになるんだよないやでも、私の体重でデブっていうのもおかしいんだよね。デブじゃないから。いやでも、あーうーん。 だからこれもさ、語弊があるかもしれないけど、別に46キロの人をデブって言ってるんじゃなくて、46キロある自分の体型がデブっていうだけで、うん。だからそこを誤解しないでほしい。なんからもう日本語って難しい、伝え方って難しい、別にね、46キロが太ってるっていうわけではないと思ってるの、私は。 ただ自分が太ってるっていうだけで。だって、あの腕とかやばいし、ほら。あ、なんか見えづらい。腕とかめっちゃ太いし、足がね、とにかく太いんですよ。あとは腹回り。お腹が出てて、まあ私の場合、イカスイだから、しょうがない部分はあるんだけど。そう、だからね。あの、別に46キロはデブじゃないです。ごめんなさい。 あの、私の言い方が悪かった。あの、デブじゃないです。ただ私がデブなだけで。そう。う <laughs> ーん。そうそう。お、あと、喋りたいこと1個になったよ。あ、もう30分経ってる。ってことは、さっきも30分くらい喋ったから、もう1時間は喋ってんのか。やば。え、じゃあもうここら辺にしとこうかな。 え、でもさ、まだ、親帰ってこないからまだ喋りたい。<laughs> 付き合ってくれますか <laughs> 私のこの長尺動画に。でもね、まあ、あと話したいこと一つぐらいなんだよな。そう、あのね、その最後の一つっていうのが、なんか私一人で、あの、YouTube やってるじゃないですか。だから、 なんか一緒にやってくれる友達が欲しいなと思って。なんかさ、あの、私が最近よく見てる坂井み子さんっていうユーチューバーの方が、あの、友、お友達と一緒にディズニーシーンに行ったっていう Vlog を出されてて、それでなんかね、そのお友達も普通に顔出ししてて、なんかね、一緒に撮ってるの楽しそうだなと思って、 だからね、その、YouTube 仲間が欲しい。なんか、コラボとかやってみたい。でも、なんか、そういう友達いないしなぁ。なんか、まず友達がいない。<laughs> なんか、毎回言ってる気がするけど、友達がいないんだよ、マジで。そう。だからね、なんか、コラボとかやってみたいよね。なんかさ、同じとばちゃん推しの YouTuber っているのかな 私、あんまり見ないから、あの、つバちゃん関連の、他のユーチューバーさんの動画。私が見るのって大体、なんか、長尺動画。てかね、ネギマさんっていう、あの、ネギマさんおすすめ、本当に。ネギマさんっていうね、ユーチューバーの方がいるんだけど、私、ネギマさんがすごい好きで、もう、ネギマさんのヘ、ヘビ、ヘビー、ヘビーなんていうの ヘビーユーザーユーザーじゃないだ。使ってないから。な、ファン、ファンなの。あのね、そう。だからね。まあでもそういうのってもっとチャンネルが大きくなったからだよね。私なんてまだ500人ちょっとしかいないから。いやでもな、なんか最近さ、動画上げても全然増えないから、フォロワー、フォロワーっていうかチャンネル登録者数が。 あと、視聴回数も全然増えないし、それでね、またやる気を失いつつあるんだけど、だけど、あの、長尺動画出したら、なんか、結構コメントくれるから、あの、長尺動画楽しいですとか、好きですとか、あの、言ってくれる人がいるから、だからそれをモチベーションにして、こうやってダラ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 喋ってるんですけど。 あとね、単純に自分が楽しいっていうのもある。あ、びっくりした。家族帰ってきたかと思った。<laughs> よかった。まだだった。そう、だから、あの、チャンネル登録者数は少ないけど、でもそうやって楽しみにしてるとか言ってくださる方がいるのはすごいありがたいことですね。うん。だから、それでなんとかやって、 で、言ってる。だからさ、Vlog の方が視聴回数は行くけど、でも、長尺の方が楽しんでもらえるのかなどうなんでしょう未だによくわかんない。もう今回第4弾だけど <laughs>、最近長尺動画上げすぎ、問題。だけど、 なんかね、いまいちよくわかんない需要があるのかどうか。<laughs> いや、でもね、そうやってコメントくださる方は一定数いるので、何人ぐらいだろう ?3、4人ぐらいの方から、あの、長尺動画好きですって言ってくれたから、だから、まあ、嬉しい。本当に。普通に嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> いや、でも、そろそろネタつけて、っていうかね、もう、 喋ろうと思ってたこと全部喋っちゃったから、どうしようかな。っていうか、なんで鉛筆持ってんのって感じだよね。いや、これさ、メモをしてて、あの、鉛筆で書いてるから、鉛筆でこう、あの、話した内容ピーってなんかあの、引いて、線引いてて。それで今ね、もう話したかったこと全部話したから。これさ、プッカちゃんって知ってる これね、昔私が韓国に住んでた頃に流行ったキャラクターなんだけど、これさ、なんか日本のらしいんだよね。なんか日本の、ほら、あのさ、昔さ、よく朝の、あの子供向けば、番組とかでさ、なんか、なんかギップすごい出る。<laughs> なんかあったじゃん。その、朝の、 あの、子供向けの番組。それに出てたっぽいんだよね、このぷっかちゃんっていうの。これね、この子。この子はわかんない。あと、この子もわかんないけど、この、お団子してるのがぷっかちゃんっていう。これ、物持ち良すぎないこれ、私が小学校5年生とか6年生の頃に使ってたやつだよ。<laughs> それを未だに使ってるっていうね。ふふふ。 もの、そう、私ね、物持ちがいいんだよね、すごい。だからね、断捨離ができなくて、で、も物持ちがいいから、なんか、新しいの買っても、物が増える一方なんだよね。そう。だからね、本当は断捨離しないといけないんだけどなだからでもう部屋に荷物が多すぎて、 キャパオーバーしてる。今だって、漫画だってもう配せないから、床に置いてるし。<laughs> そう。いやー、暑い。いや、でももうすぐで、8月も終わりだね。早いなぁ。 で、40ってさ、13日だっけあ、そう、13日だよね、9月の。あ、ちょうど休みだ。休みだって言っても、私、ほんと、バイト行けるかななんか不安になってきた。なんかこのままフェードアウトしそうで、怖いな。いや、でも働かないとグッズ買えないから、頑張んなきゃな。っていうね。<laughs> まあだから、ニートになることはないと思うんだけど、まあ頑張って働きます。また9月から。今週1週間ちょっと休んで、また9月から頑張ります。うん。まあ今の子、今の職は本当に人もいいし、まあちょっと片道30分、自転車でね、 自転車で片道30分っていうのがちょっとしんどいけど、まあそこがね、運転できればね、いや本当はいいんだけど、あのね、実は運転め、運転免許は持ってるから、また教習所行ってペーパードライバー講習受けようかなと思ってたんですけど、なんかあの、それを、あの、1時間7000円とかするんだよね。だから結構高くて、 それだったら、父親に隣に乗ってもらって、で、父親の車で運転した方がいいんじゃないかって言われて、で、それをやるんだったら、まず保険に入っておいた方がいいから、あの、保険の更新が10月なんで、それで、その時に私も非保険者として入れるって言ってて、だから運転するとしたら10月以降かなっていう話を、あの、軽くした。 うん。そう、だからもう、しばらく、お預けかな。<laughs> いや、運転できればね、だいぶ生活変わると思う。てか余計太らない <laughs> 思ったけど。いやー、でもまあ運転できた方がね、あの、雨の日はさ、まあ、カッパ切ればいいけど、雪の日だよね、一番困るの。 雪の日はさ、あの、全然雪変えてくんないから、だからすんごいガタガタの道で、あの、凍っちゃってね、もう、道が凍っちゃって、すんごいガタガタのところを、あの、去年とかね、あの、自転車で通ってたんですけど、もうすんごい大変だったから、だからちょっと車を運転できるようになれば、ばなれればなぁとは思ってる。うん。 あとさ、美容室行くっていうのはさっき話したよね。今、光、太陽光を浴びてこんな感じだから、なんかこの毛先の色は気に入ってんだよね。ここら辺はあまり気に入ってないけど。まあ、ここら辺はまだ1回しかブリーチしてないから、だから多分こういう色なんだろうけど、もう毛先とかは2、3回ブリーチしてるから、だいぶ色抜けてる。 うん。いや、でも、ちょっと、いい加減、ここら辺にしとこうかな <laughs>。あんまり長すぎても、ちょっと、視聴者さん困ると思うから <laughs>。じゃあ、このぐらいにしておきたいと思います。長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。